バスで巡るイタリア4都市、8日間のランドクルーズの旅。ローマから始まり、フィレンツェ、ミラノ、ベネツィアをバスで巡る JTB ランドクルーズの旅にやってきました。ランドクルーズとは現地発着の観光バス旅行。飛行機代は含まないので予定はカスタム可能、自由時間の多いツアー旅行です。どこだろう。そう、迎えに来てくれてるの。あれじゃない？ハロー。ナイストミーチュー。I'm Alex. Can I help you, please? Okay, follow me, please. Thank you. かっこいいね。そうだね、うん、ローマ来ちゃったね。すべての道はローマに通じてるけど、本当だね。一緒に来てくれたの、うん、心強すぎる。心強い。おお、綺麗だなホテル。After that, you have to scan and push at the same time. Okay? Thank you so much. あとこのホテルいいね。あのぐっすり眠れた。ちょっと時差ボケもあんのかもしれないけど、うん、めちゃめちゃ寝れた、ね、めっちゃ楽しみだね。うん、ローマ観光。このバスだよね。わー、大きいね。大きい大きい。これに乗ってローマの観光地巡るんでしょ。そう、楽やで。結構思ったより人数多いね。今ほら大学生のさ、卒業旅行シーズンだからさ。そう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 、だからうちはもう大学生ですって顔していくからね。無理がある、無理がある。55ユーロ以上のお買い物をされますと、免税手続きの免税の対象となります。サンピエトロ大聖堂だよ。あ、そうなの。うん、そうだわ。バチカンの。そう、今もうバチカンにいんの。じゃバチカンに入ってる。あ、いつの間にかバチカン入っちゃったね。わー、すごいね、大きい、綺麗。カトリックの総本山、サンピエトロ大聖堂。巨大なブロンズの天蓋の下にイエスの使徒聖ペトロが眠っています。この空間の素晴らしさ、さ、うん、もう人が作ったとは思えないね、うん、ね、本当に神様が作った場所みたい。あ、そうなの？あのね、ミケランジェロの、うん、傑作、ダビデ像、うん、匹敵する、うん、傑作の彫刻あるの、それが見たい。ミケランジェロの傑作、ピエタ。イエスの亡骸を抱く聖母マリアの像です。いや、もうここだけでヨーロッパ来てよかったなって思う。本当にそう思う。うん、あれを見れただけで本当によかったなって。そう、すごかったね。ちょっと、あ、ここスペイン広場だよ。あ、
ここがあの映画ローマの休日で、うん、オードリー・ヘプバーンがジェラートを食べたスペイン階段ですよでも今はね、うん、座り込んだりねジェラート食べたりしちゃいけないんだって。じゃあちょっとこのローマの旧市街散策しようか。ね、うん、お腹減った。お腹減ったね。あれカルボナーラ食べたい。カルボナーラ確かに確かに。もう自由行動だから腹が減っては観光はできるんですあれだよね、このツアーさ自由行動結構多いじゃん。で飯も自分らで決められるっていうのがなんか面白いよね。食べたいもの食べられるんだよ。そうそうそう、カルボナーラ食べるそうだね。おお街全部こういう感じじゃん。ねえ、なんかずっと心地よいね、心地よい、なんか素敵な映画の中にずっといる気分。俺なんてずっとニヤニヤしながら歩いてるもん今時差ボケ野郎だからね。時差ボケ先輩がこの辺なんだよね、広場の近くに美味しそうなレストラン見つけたんよね。ほんと？え、リストランテだよ、リストランテ。あ、リストランテ、ごめんごめんすまん。あったあったあったカンティナ。うん、ローマ発祥の料理カルボナーラ。本場のカルボナーラは生クリームを使いません。普段日本で食べ慣れてるカルボナーラとの違いも楽しみだよね。あ、すっごいこってりしてる、ね、私たちが知ってるカルボナーラって全然別物だね。え、まあ、そうなんだ。すごいよね、濃厚、うん、いや最初こっちにしたなと思ったけど食べ終わりがあっさりしてる、うん、不思議。しつこくないよね。しつこくない、食べれば食べるほど美味しくない。美味しい、これすごい、ね、好き好き、よかった、うん、本場のラザニアレベチレベチですわ。まず口に入れた瞬間ね、ものすごい新鮮なトマトの風味、うん、生地のね、うん、歯応え素晴らしくいい。これから毎日イタリア料理食べられるの嬉しすぎるんだけど確かに、本場ね、やっぱ違うわ本場は。違うわ、本当美味しい。彫刻と水の傑作、トレビの泉。海の神、ポセイドンの彫刻は力強い躍動感にあふれています。後ろ向いてコイン投げて泉に入るとまたローマに来れるんですね。おーおー、行くよ、投げるよ。あ、入った、チャリンって音鳴ってないってこと。入った、入った、うん、じゃあまたローマ来れる。すごい素敵な時計屋さん。いや、街歩きしてると欲しいものがいっぱいになる。永遠の都ローマ。街中には古代ローマ時代の建物が数多く残っています。おお、これ東京ドーム何個分かね。いや東京ドームぐらい大きいよね。ねえ、クロッセ人すごいね。本当大人気じゃん。ちょっと並んでるから中は見れないね、うん、中でやってるのグラディエーター同士の戦い。ここね、うん、紀元前100年か110年に作られた世界最古の、はい、何でしょう。普段利用してるもの、うん、裁判所利用してないやんけ頻繁に行く世界最古のショッピングセンター、うん、ショッピングセンターなんて作ってたの、うん、いらっしゃいませーってせーってすごいね、うん、ローマの人たちって本当に進んでたよね。進んでるね。ねえ、
何の遺跡なの？いや、これ何の遺跡かわかんない。とりあえず俺猫のイメージしかない。遺跡の中に猫の保護施設があるらしくて、ここに猫いっぱい住んでるんだって。そうなんだ。これイタリアの猫じゃん、大きい。わぁ、かわいいね。ほんとだ、猫の遺跡、本当に猫いた。こう調べたらね、あのカエサルが暗殺された場所だって。ブルータスお前のか。そう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 。そう、これここなの。ここ近年猫遺跡。ね、猫遺跡。猫遺跡で暗殺されたん、うん、カエサル。マジか。俺ら歩いてるとこすごいね。歴史の中を歩いてるんだよ。そうだね。歩いてるだけでずっと楽しい。だって ずっと観光地みたいな。そうだ、ね、ずっと景色綺麗なのも。そうだね。こっちの地区さ、全然何人 多すぎないじゃん。あ、ここすごいいいね。すごい。川向こういいね。あ、ジェラテリアがあったよ。ジェラテリア。食べようよ、なんか。それレモン。美味しい、さっぱりして。あ、うん。すんごい滑らか。滑らか。うん、ジェラートやもんね、うん。アイスクリームじゃないもんね。ああ、本当だ。あ、ここ美術館か。美術館でたら夜になってる。で、美術館良かったね。あの中映像は撮れなかったけどさ。うん、写真を撮っていいよってフラッシュとかなければって言ったから何枚か写真撮ったんで。阿部寛もいた。阿部寛いた、ね、夜ローマを堪能しながら帰るかね。神々の神殿じゃん。リゾットも美味しそう。なんて芳醇なチーズとキノコの香りなんでしょう。本当にイタリアの国旗の色、うん、あ、そうだね。ここから来てるんだ、マルゲリータの色から。本当にそうだよ。シジタでしょ。シジタ。トマトソースなのになんでこんなもぎたてトマトみたいに新鮮なトマトの風味出せるのかが本当に不思議。こんなトマトソースね、食べたことない。美味しい。に包まれる緑の部屋、美しいイタリアの朝です。何入ってく、何入ってくよ。すごい。何ここ。嘘みたいだね、うん。イタリア中部トスカーナ地方、塔の町サンジミニャーノ。天高くそびえる塔は貴族の富の象徴でした。だってさ、中世の町がそのまま残ってるでしょ。そのまま残ってるんだって。なんかお土産屋さんみたいなのもいっぱいあるんだよ、ここ。
塔がある。塔が街の中心そうだ、うん、物語の世界そのままの街並み、 RPG の冒険者になった気分です。え、こんなとこ自力じゃなかなか来れないよね。マリナもないし。そうだよね、うん、トスカーナ地方、トスカーナっぽい景色ですね。本当だ、初めて見るけど分かる。トスカーナっぽい、トスカーナっぽい。美味しそう。あ、かわいい。足元にワタアメがいる。走るワタアメ。花の都フィレンツェ、ミケランジェロやレオナルド・ダ・ヴィンチなど偉大な芸術家を輩出した芸術の街です。すごいね、大聖堂。おお、本当に綺麗だね。花の大聖堂、まさにって感じだね、うん、お花みたいに綺麗な。今から美術館、美術館めちゃめちゃ楽しみなんだよな。ね。しかもすごい美術館でしょ。あのボッティチェリの、うん、ハルとヴィーナスの誕生があるんだって。へえ、うん。すごいよね。おしゃれそうな雑貨屋さんとかあるじゃん。本当だ。ちょっと見てみる？ここ？うん。ここ見てみようよ。買い物まだもうしないから。かわいいよね。かわいい。わあ、お手紙セット。いいね。かわいいよね、うん。これ買いました。なんかルネサンスっぽいなと思って。うん、部屋に飾る絵が欲しい。うん、ねえ。うん、あ、これも綺麗。これもフィレンツェでしょ。あ、フィレンツェ、フィレンツェ、これも綺麗綺麗綺麗だよね、うん、これ買う。これにしたんだ結局、うん、これにする。これ癒されると思う。フィレンツェはメルテンだね。わあ、素敵や。夜もわあ、なんてメリーゴーランド素敵なんだけど。周りの景色にこんなに溶け込んでる。確かに街の中にあるのに溶け込んでる。これが正しいメリーゴーランドの姿なんだよね。メリーゴーランドにこんなに感銘を受けたのはね、うん、3歳の時以来だね。お肉が美味しいことで有名なフィレンツェ、ホテルのレストランでステーキを食べてみました。なのでお手洗い休憩1回ね挟みながら、今日はファッションの街ミラノの方までね行きましょう。有名な世界遺産ピサの斜塔、塔が傾いてしまった理由は片方の地盤が柔らかかったためです。
あ、支えてる支えてる。これ定番でしょ、これ。写真撮りたい。写真撮って。うわ、すごいね、あの、プサの斜塔、本物を見てる、不思議。で、これからやの登るんでしょ、プサの斜塔に。そう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 。ね、音引っ張られる、引っ張られる。あ、ちょっとさ、酔ってきた。すごいね。あ、ピサの斜塔登ったんだね。あ、感慨深いね。だってさ、子供の頃から知ってるじゃん。知ってる。それ本当に登る日が来るなんて思わなかった。そう、今行っちゃう上。パン柔らかい、超美味しいよ。ツナとトマト、うん、シンプルなさ、うん、具材だけど麺がめちゃめちゃ美味しいの、うん、すごいね。隣にマックがあって悩んだけどこっちでよかった。全然こっちの方がいい。ね、美味しい。列車に乗って世界遺産の街へ。ランドクルーズには列車の手配も組み込まれています。海が、おー、海きれい。海、海、海、すごい、すごいじゃん。見て、完璧に街ができてる。あ、見えない、見えない。なんだ、あ、やっぱ山あいの街だからね。ね、どんな景色が広がっているのでしょうか。さあ、世界遺産の村ベルナッツァ、カラフルな街並みが美しい漁村です。かっこいいですね。あ、その写真一枚撮っていい。もちろんいいです。ありがとうございます。ヨーロッパの猫、野良猫でもかっこいいね。気品がある。うわ、港の街、うん、カラフルだね。また全然違うじゃん、雰囲気が。そう、ちょっとなんか海沿いの陽気感ある。このさ、海沿いにレモンがなってるなんて素敵すぎない？うん、レモンってこうやってなるんだね、うん、素敵だね。この店いいじゃん、ね、この店で？いいよ、犬も入ってったし。リモナータ、かわいい。リモナータかわいくない？かわいい、かわいい。さっきレモンなってたじゃん、上に。あ、レモネードだよ。あ、美味しい。ペスト、ペスト、ペスト、あの、黒死病の方じゃないですよ。なんかね、ジェノベーゼみたいなものがあって、ね、私ね、スパゲッティでね、うん、一番好きなのジェノベーゼなんですよ。へぇ、だからペストもね、絶対好きだと思う。お口の中、うん、バジル麺。マジで、本当、本当にね、芳醇なバジルの風味が、あーって広がって、うん、鼻の方までバジル園。ちょっと もったりしたチーズの香りと、爽やかなバジル、うん、めっちゃ美味しいよこれ。わー、ミラノのホテル綺麗だね。広いし過ごしやすい。着いたね。ね。ついにミラノ入りですよ。ミラノ入り。ね。まだね、ミラノ観光してないけど、うん、明日。明日からミラノ。楽しみだね。楽しみです。結構長旅だったね。ああ、そう。結構移動が多かった今日は。あ、そう、うん。でもバスだから全然。全然疲れないけど。この旅疲れないよね。疲れない。ね。全然。それがね。すごいね。
朝食もいいね。うん、種類豊富。めっちゃ嬉しい朝から。パンの種類がめちゃめちゃ豊富。さすがだね。さすが。綺麗だね。かっこいい。かっこいい。え、これなんかファッションの都だね。めっちゃ納得。うん。え、違うさ、ローマもフィレンツェも美しかったけどさ、うん、全部違う美しさ。そう。え、ミラノはもうかっこいい。超かっこいい。うん、え、やばいやばいやばい。プラダ行かなきゃ。野菜みたいな服どうにかしないと。これディズニーランド？あの入れちゃったとこだよね。あー、ワールドバザールだ。本当だ、向こうに心霊ラジオじゃなくてなんか謎のビルがあるけど。え、すごい、ワールドバザールの元ネタすごいね。元ネタもっと高い。天井がもっと高い、うん、ねえ。これ、あ、よかったよかった、プラダあるじゃん。下にプラダある？うん、ドンもあるし、ドールもあるし、ここで全部揃うじゃん。なんか言ってるよ。一番似合わない女がなんか言ってる。すごい。大聖堂だ。うわすごい。ゴシック建築の傑作、ミラノのドーム。ゴシックの特徴はとても装飾的であること。天井は高く、ステンドグラスが目立ちます。老舗カフェがこの辺にあるんよ。あれ、これ、これかな、上、この上。え、この上、うん、これファスティカリアンバージェシカ。これがエスプレッソ。お砂糖入れるんだって。お砂糖入れる。エスプレッソって初めて飲むんですけど。うん、あ、日本でも飲んだことない？ない。本場じゃん、いきなり。一発目本場で分かるかな。超うまい。苦くない。酸っぱい。初エスプレッソがさ、めっちゃうまい。ミラノの名店ってやばくない？私コーヒーのこと全然わかんないけど、わかんないやつでもわかる美味しさ。わかんない人でもわかる美味しさ。わかんないやつでもわかる。住んでいる住人が水をまくわけでもなく、もう自動でね、あの水まきして木を育てられるようにね、してるんだそうです。白身多め。湖の文字つきました。ご覧の通り、若干スモークがかかっているため湖はよく見えません。この辺ちょっと大気汚染あんのかな、うん、で大丈夫ですよ、うん、前方に見えたのは、うん、湖上の湖上ですね。いいですね、今の。ありがとうございます。でもだいぶさ、あのツアーの人数減ったね、うん、そう、ミラノでね、かなり半分以上、うん、あのパリ行きの電車に乗ってって、ね、そう、ミラノで降りる人もいれば、うん、ほらフィレンツェで乗ってきた人もいたり、ね、そういう融通が効くところすごくいいよね、うん、そう、好きなところまでツアーで行って、ね、あとは個人でとかさ、うん、すごいよね、うん、自由度とか。あ、ここ場所いいね。違う、舞ちゃんが一番特等席だよ。ちょうど白ビュー、うん、
生ハムメロン。うわー、生ハムメロン本物だ。え、食べたことある？生ハムメロン。ないないない。ないよね。人生初生ハムメロン。ね。合うのかな。メロンの爽やかさと、うん、この塩味の塩気の効いた生ハム、うん、ものすごい合う。殻ごと乗ってるよ、殻ごと。ねえ、すごいこれ。具が重すぎるよ。いただきます。ピザが抜群美味しいよ。何が美味しいってこと？トマトソース。あー、イタリアトマト美味しいもんね。トマトがめちゃめちゃ美味しいの、ね、だからもうトマトソースもめちゃめちゃ美味しいの。違うね、うん、美味しい。うわ、チーズもうまい。世界遺産の町ベローナ、ロミオとジュリエットの舞台になった町です。ジュリエットの右胸に触れると幸運が訪れるそう。で、なんかこれぞヨーロッパのさ広場って感じじゃない？なんかちょっとキュートだね。ちょっとキュートじゃない？ちょっとキュートですね。さすがなんか愛の物語の舞台になる街なだけあって、そうだね、キュートな感じ。うん、あ、ほら仮面売ってる。本当だ。カーニバルだ。カーニバルやってるから。そうだわ。こういうの身につけて。ね、ひょっとこのお面かぶってたらどうなるか。クレープ。ベンチのクレープ。まあ、チョコレート屋さんだね。うん。このチョコレートもさ、うん、高級なめっちゃいいチョコレートじゃん。ね、そう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 。ね。美味しい。めっちゃ高級なクレープじゃない？うん。いや、イタリアの街でよく見るこの店、うん。キャプテンキャンディ。うん、いや、これ俺食ってみたい。え、マジで？これこれ、このでかいの。うん。すごいな、これ何？分かんない。ここだけ？え、こっちもいい、これもいい。これも食いたい。このあのバスボムみたいなやつ。そう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 。オッケー、オッケー、オッケー。ノリがいい。なんだ、なんつったんだろう。あ、これ分かった。なんつったんだろう、これ。マシュマロのガムみたいな。でも美味しい、美味しい。俺これ好き。え、本当？うん。すごいね。うん、あ、ロミオンチここだ。あ、ここなんだ、ロミオンチ。うん、ジュリエットんちに比べて全然人気がない。ここは入れないです、外観だけ。あ、そうだ。おい、ロミオン、野球しようぜっつって。現在夜8時。え、ホテルから出歩いていいんですか？この辺はなんかホテル街になってるよね。うん、この辺は。こういう街もあるんだね。そうでしょ。普通の街っていうのも。うん。あ、ここここここ。ダ・ミシェル。ここだ。リストランテピッツァリア。気をつけてね。はい。やべ。カプレーゼでっか。おお。うわ。これで新食べんだ。うん。最高の素材で作るカプレーゼ、やっぱり抜群に美味しいね。うん、カプレーゼってもうそのまま素材のものを言うから、料理じゃん。そうだね。もうね、美味しいですよ。おお、シーフードスパゲッティだって。すごい。
ものすごい量。麺が飲めないですね。口に入れた瞬間ね、シーフードの香り、うん、あ、シーフード食べてなかったのに？食べてないよ、うん、シーフード食べてないのに、シーフードの香りすごいあって、うん、甘いの、ムール貝おいしい。でも海鮮の出汁が染み込んだトマトソースが、うんうん、それだけで飲みたいくらい美味しいんだけど、多分ね、そういう人が多いから、うん、ソース食べれるように何ついてんだと思う。あ、そうだわ、うん、そうだよね、そうだね、このソースめちゃめちゃ美味しいの、うん、そう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 、めっちゃ嬉しいね。だって結構するもんね、個人で乗るとね。あ、そうなんだ、うん、すごいね。すごい、結構揺れるね。向こうにすごい橋がある。あ、本当だ。海上都市ベネツィア、世界遺産にも登録された幻想的な街並みは、世界で最も美しい水の都と呼ばれました。あの路地に入っていくんだ。あ、入っていくの？うん、でもなんか船進入禁止の看板ってない？あれ、でかい船じゃない、ゴンドラじゃなくて。そうなのかな。すごいワクワクするね。うん、うわ、すごいね、すごいね、ワクワクする。面白い。これ路地散策してみたいな。サンマルコ広場、ベネチアの中心？うん、聖マルコの遺体が置いてあるんだって、この中に、うん、やっぱここは仮装してる人が多いね。楽しいね。うん、でここの、うん、聖マルコ広場に、うん、老舗のカフェ、うん、フローリアンっていうのが、はいはいはい、はい、あ、なんか聞いたことある、うん、こっちかな、こっち？見て、すごい行列できてる。世界最古のカフェフローリアン、300年の歴史を誇るカフェラテの発祥地です。またこれすごいお盆できたよ、ね、ホットチョコレート。過去最高のホットチョコレート来た。熱い滑らかなチョコレートが喉を通って感触がめちゃめちゃ気持ちいいの。気持ちよさまである。そう、美味しいだけじゃない、気持ちよさまである。でもさ、値段も過去最高でしょ、圧倒的に。いくら？分かんない、言うのが2000円ぐらいじゃない。マイちゃんのお土産買わなきゃね。そうそう、あのベネチアンガラスを使ってきてくださいって、うん、お母さんに頼まれた。それ買わないと、買わないといけない。色鮮やかで美しいベネチアングラス、
つ一つが職人の手作りによるベネツィアを代表する伝統工芸品です。やってみたい。これすごい綺麗だと思ったの。クリムトの絵みたい、うんうん、中に金魚入ってんの。こういう遊び心があるやつもあるんだね、うんうん、かわいい。これかわいいね。いくらぐらいなんだろう。49とか書いてある。あ、49。あ、かわいい。8000円ぐらいだ。向こうになんかね、うん、ちょっと美味しそうなレストラン見つけた。なんかシーフード食いたいじゃん。そうだね、ベネツィアだしね。そう、そう。あとなんかイカスミパスタも有名らしい、うん、なんか魚の香りがしてきた。あ、本当だ、魚の香りがする。うん、ウミネコがいっぱいいるよ市場にさ、群がってる市場に。すごい、見て見て。余ったお魚あげてんだね、うん、優しい優しい。ほら、本当だ、ここや。こ、うん、でもここはなんかあの市場の横、市場の横、うん、美味しい。そこで揚げた魚がすぐ産地直送ってわけ。これまろやかで、うん、すっごい食べやすいの。え、臭みとかないの？なんか全くない。これが本物のイカスミパスタかね。あ、俺イカスミパスタに対する考え変わったわ、うん、その食い方したらやばい。やばいじゃん、唇が。そんなことない。俺一口食った時食って、うん、唇黒くなってないでしょ。いや、なってる。ほんと？おはぐろみたいになってる。ほんと？僕はね、あの鈴木のステーキのほうれん草添え。わー、おいしそう。よし、一口あげるよ。これ、これあげる、これが魚かねっていうまろやかさ、滑らかさ。おいしいわ。お、なんか広場来た。わー、また新エリアだ。いや、こういう広場にフルーツとかさ、うん、野菜の屋台いいよね。これがコンビニのない世界。それやっぱヨーロッパのさ、うん、文化を大事にして。そう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 。魔法使いの世界。いや、本当だ ね、 ね。こんな狭い路地でさ、面白いね、いろんなお店あってさ、うん、あ、なんかすごいかっこいい騎士がいたじゃん。本当だ、かっこいい。あ、こういうの見てるとさ、うん、あ、本当にこの時代にタイムスリップしちゃったようなさ、そんな感覚になるね。本場のティラミス、ね、これめちゃめちゃ楽しみにしてた。イタリア料理もさ、うん、楽しみだったけど、デザートも楽しみにしてたから。そうだね。これはすごいわ。本場のティラミスすっごい美味しい。うん、ちょっとびっくりしちゃった。面白い。でこのさ、スポンジの部分がさ、ちょっとしかなり染みてるよね。しっとりしてて、でクリームも美味しいし、うん、味のバランスがいいね、うん、あ、先輩先輩先輩、はい、先輩の大好きなキャプテンキャンディやりますよ。いい、言わなくていいですか。いい、大丈夫。キャプテンキャンディ。いや、もうあの昨日で十分。あ、そうですか。そう、ベローナで食べたから。あ、すごい、かっこいいね。かっこいい、似合ってる。
夜になってきたから人が少なくなって、こっからの景色じゃないかな。あ、この橋の上からの景色、うん、ベネチアらしい景色。あ、見たい見たい。絵になるね、こっからの景色。私、ものすごい写真家になっちゃった気分。いや、もう街がいいからね。こっからだったら誰でもいい写真家になるよ。もうこの景色、自分の今目で見てるのがちょっと信じられないというかさ、テレビの枠がないっていうか、ずっと不思議なんよ、ヨーロッパ来てから、うん、テレビの枠がないなって。いや、綺麗だね。ずっとこれ見てられる。この景色一生忘れたくないなって。うん、そうだね。来てよかったね。うん。もうベネチア雨とか関係ないわ。いや、関係ない。うん、雨が降ろうが槍が降ろうが関係ないね。本当に感動した。帰りたくない。ディズニーシー閉園間際感じ。あ、やばい、まだまだまだ夜の、夜のパレードやってる、夜のパレード。あ、すごい、見て、やった、やった、パレードだ。ランドクルーズ最後の街は聖者フランチェスコの街、アッシジです。どうしてこんな大きい門にする必要だったの？門？確かに大きいよね。大きいね。昔そんな2トントラックとかないよ。大きい、全てがでかいわ、ね、なんでなんだろう、うん。よくなんで今度は何もかも大きいのかな。こう ね、 ね、でも街も可愛い。日本人の感覚からすると巨大さに驚いちゃう、うん、こんな巨大な建造物って、うわっ、見てほら、山の上にお城。本当だ、あそこに領主様が住んでた。え、この中だよね、この中は撮影禁止なんだよね。でもあれが見れるんでしょ。そうそう、鳥に説教する。あ、そうだ、とても可愛い。可愛いの、いいな。石の家も本当中世のまま、石造りの建物が多くてさ、アッシジのね、うん、名物は黒トリュフ。あ、言ってたね、あのガイドさんが黒トリュフパスタ、ね、食べた方がいいっつって。食べたいね。あ、ここ、ここいいじゃん。ここにしよっか。うん、ここ。黒トリュフの味さ、説明するのめっちゃ難しくない？難しい。なんとは言えないんだけど、うん、なんかとにかくすごく芳醇で、うん、ものすごく滑らか、うん、まろやか、うん、キノコとは思えないくらいの、説明できないとすごい美味しい。でも本当に香りを楽しむものだね。ね、うん、イタリアのトマトめちゃめちゃ美味しい。
あとブレスケッタさ、オリーブオイルにさちょっと塩辛ってやっただけなんだけど、うん、すっごく美味しくない？なんかシンプルなんだけど、すごいですよ。なんかオリーブオイルもこう有名らしいんだ。めっちゃこぼれた。見てください、イタリアの猫初タッチです。名前がプリンスだっけ？プリンスだよ。プリンセス？あ、プリンスか。あー、これイタリア最後の晩餐だと思ってたさ、うん、悲しいね。悲しい、それが一番悲しい。本当に悲しい、うん、本当にイタリアはご飯美味しくて、うん、ね、観光も楽しかったね。ね、初ヨーロッパでさ、うん、不安をちょっと取り除いてくれるツアーだったよね。よかった、自由時間も多いし、ね、移動も楽、うん、でホテルも決まってるし、うん、チケット買うこともないし、うん、だからの観光をね、うん、疲れてない状態で 100% 楽しめる。だ8日間も、うん、全然疲れてないもん。全然大丈夫だ。ツアー旅行ってこんな自由な気がする旅行だったんだね。そうそう、まあ、あの飛行機ついてないっていうのが大きいよね、航空券が、うん、だからもう現地ツアーみたいな半分乗りだから。あ、そっかそっか。そうそうそう、ね、うん、楽しかったね。とにかく楽しかった、初めてのヨーロッパ、ね。